どうも。いや、暑くなってきましたね。ちょっとピン芸人として一人で出演してるんですけれども、ネタやらせていただきます。音楽を作曲する時のように、今臨時でですね、これやってみたいと思います。世間でよくあることを、履歴書の漢字も難しいし、嫌なと村って書いても日本人さん理解しないだろうな。こんな風に言えばいいんだ。よし、勇気を持って面接に。あ、おはようございます。はい、なんつうんですかね、はい、ヤンナトゥルじゃなくて、名前ですか。名前はヤナオタキオと言います。はい、日本人と見られることはないんですけど、はい。何言ってるか分かんないから。何言ってるか分かんないから。言わせていただきますけど、何言ってるか分かんないってどういうことですか。だから柳滝雄って言ってるんですよ。いや、お前面接に来たんだろ。なんだよその態度。なんなんその態度って。面接来ていいってか来たんすよ。は？お前外人か？礼儀作法学べよ。で、なんすか礼儀作法。お前バカかよ。いや、バカって言われても。な、この会社。日本人っつうのは？おう、お前。なんそのつもりなの？人の会社に来て。日本語覚えて日本に来たのに。あ、ここになんとか。いらっしゃいませ。おにぎり美味しい。会社勤められないとこのおにぎり最後かな。あ、テレビだ。見てみよう。面接の時には服装を整え、礼儀を学んでください。まず、いや、どうあったっけな。